ずっと自分の歌を試したい気持ちがあって、それをずっと続けてきた7で、気軽に応募できるところだったので参加しようかなと思いました。今回ファイナリストということで選んでもらってすごい嬉しかったので、ちょっと経験として来させてもらいました。とにかく音楽を頑張ろうと思ってたので、まあ、遠くても自分の夢のためにつながると思ったので受けようと思っていました。いつも7 その、コンテストなどには、何度か応募させていただいていて、それとはまた違った形で曲を作っていただけるということで、また違う自分の挑戦じゃないですけどもができるんじゃないかなと思いました。めちゃめちゃ緊張してます。来るまではそうではなかったんですけど、まあ、来て設備等を見てすごく緊張してます。このようなご時世の中でなかなか人前で歌う機会も今ないので、久しぶりのこの感じに緊張もしてるんですが、その高揚感でワクワクしています。まずステージ経験というものがないので、もうその初めての経験にドキドキと緊張と、あとは同じぐらいすごく楽しみです。自分らしく歌を楽しんで歌い切りたいと思います。よろしくお願いします。正直緊張と不安でいっぱいだったんですけど、自分の歌いたい歌を歌えるということですごい楽しみにしてます。自分らしく歌えればいいかなと思ってます。あまり緊張はしていないので、今までの練習の成果というか普段通りの歌を届けられたらなと思います。バッターっていうのをこう歌う直前に初めて知って、ものすごい緊張したんですけど、今はすっきりしていてお昼食べたいなと思ってます。すごく緊張したんですけれども、すごく貴重な体験ができてすごい良かったなと思います。自分のいつもの感じで歌えたかなって思っております。久々だって思ったら割と緊張してしまいました。ステージ着くぐらいに緊張してるかもみたいな。本番が弱いんですけど、自分の実力が発揮できるかっていうのがすごい心配だったんですけど、持ち前の歌が出せてよかったです。もう率直に解放されたという。審査員の方からリズムに乗ってるので、今後洋楽に挑戦したらとてもいいと思うよっていうふうなことを場をいただきました。自分の中でなんかこういう風に歌いたいってイメージとかがあったので、そういうのをこう当日まで、本番当日までこう作り上げていくっていう期間だったんですけど、やっぱ自分が今日この日にかけたこととかを思い出して臨むことができました。まあ、あまり緊張感はなかったんですけど、歌詞を間違えないように覚えたりとか少し練習をしたぐらいで、それほどこう緊張感はなかったんですけど、ここに来た時にすごく緊張はしました。当日に近づくにつれてどん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 緊張していたんですけど、緊張と一緒にまたステージに立って歌いたいなっていう気持ちもどんどん募っていっている感じでした。とにかくあいう歌を聴きまくりました。もう今までで人生で一番聴きましたあいう歌を。やはり音楽制作でオリジナル曲をいただけるということで、それを見てこちらに応募させていただいたので、そこが魅力かなと思っています。ボイストレーニングが一番興味があるなと思っていて、やっぱり自分 この最大限発揮できてないまだ発声の方法があるならば知りたいなと思うので、そこが一番楽しみなところです。このミュージックプラネットさんのプロデューサーさんだったり、7のプロデューサーさんだったりと関われることが一番かなって思います。
トロフィーですね。はい。あのアップルミュージック、なんか配信みたいな。曲を作ってもらえるっていう内容とかは、自分の歌手としてのあの夢に。なくてはならないと言いますか、やっぱりあの自分の曲を作っていただけるっていうのが本当に普通に過ごしてたらなかなかというか絶対ないことなので、自分の曲を持つことができたらもう一生の宝物になるなというふうに思っています。あ、直接聴いてくださるんだっていう、ダイレクトにこうそれぞれの歌が伝わるので、自分も皆さんと同じように一生懸命歌えたらなと思いました。テンポとかリズムがいつも苦手で、どうしても早取りしちゃったりするので、すごくこの練習の時にも練習してきたことなんですけど、それを最後のコメントでリズムを言っていただけたのはすごく嬉しかったです。カーペンターズの歌は難しいと思うんですけども、歌えこなしていらっしゃるっていうようなことは言っていただいて、歌のビブラート、ロングトーンの後のビブラートが綺麗ですねっていうことを言っていただいて嬉しかったです。自分だけじゃなくて、多分皆さんも自信を持って投稿されたサウンドなので、皆さんやっぱり上手だったなっていうのはあり得ます。やっぱり今の期間だとライブもできなかったり、音楽をやってる人同士の関わりは少なくなっちゃうと思うんですけど、新しい出会いがあって新しい人の歌が聴けて、このオーディションの魅力の一つっていうか、来てよかったなってすごい思っています。後に歌った方も前に歌った方も相当上手で、今回は自分がその上というよりはどちらかというと、そういう方々の歌を聴いて、あ、こういう歌い方、表現の仕方があるんだってこう学んで帰れたらいいなっていう気持ちです。グランプリ、自分グランプリを取りたいとかではなく、もう率直に楽しんで、貴重な機会をいただいたので、あのいい経験値として詰めればなと思ってきたので、もうその点では大満足です。嬉しいお知らせが2つあります。本来であれば準グランプリが2名、グランプリ1名の予定でしたけれども、急遽7特別賞という賞を設けさせていただきました。7特別賞は2名さんに決まりました。よろしくお願いします。率直に嬉しく思います。まずはいつも7で、サウンド歌を聴いてくれてるフォロワーさんに伝えたいなっていうふうに思います。そうですね、まずは今日初めてステージで歌うっていう体験をしたので、もっとこう流れをしてステージ上でも 100% の自分の歌を出せるようになりたいなっていうのはいつまで思います。我々審査員もですね、皆さんもあまりの実力の高さで非常に頭を悩ませました。まず準グランプリ輝いたのは日向さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごく素直に嬉しいです。皆さんの歌を聴いていて、やっぱり自分ももっと頑張らなきゃなって思った部分もたくさんあったんですけど、これもいい、すごくいい経験になったなって思います。7の投稿を1日1曲投稿しているんですけど、なんだろう、伝わるものが多くなるように歌っていきたいなと思います。緊張の中だと思うんですけれども、準グランプリの2人目を発表させていただきたいと思います。準グランプリ2人目は美咲さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい嬉しいです。予想外でした、はい、好きにしてるっていうのが今日はこういい
感じに働いたんじゃないかなって思います。今後もかっこよい、かっこいいアーティストになれればなと思います。今日はありがとうございました。本日のグランプリを発表させていただきたいと思います。本日のグランプリはふまりさん。まさか自分がいただけると思ってなかったので、すごく今幸せな気持ちでいっぱいです。やっぱりナナのフォロワーさんにお伝えしたいなと思います。グランプリを取ったことで、その歌うことにも自信が つきましたし、もっともっと自分が歌っててもいいんだなっていう風に思いましたし、オリジナル楽曲をいただくことで自分の歌の活動はどんどん変わっていくんじゃないかなという風に思います。自分の気持ちを込めた、感情を込めた歌をもっともっと多くの人に聴いていただける人になれるように、なっていきたいなというふうに思います。本日のグランプリは